はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ザラと H&M で購入したものを紹介していきたいと思います。ちょっと久しぶりだと思うんですけど、最近結構ザラと H&M でお買い物をしてて、それがすごく溜まってきたのでそろそろ紹介しようかなと思って、ザラと H&M の購入品を紹介していきたいと思います。最後まで見てくれると嬉しいです。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまず H&M から紹介していきます。前に私リアルな1週間コーデって言ってあげたと思うんですけど、そこでもねちょこちょこ購入品出てたんですけど、今日改めてちょっと紹介しようかなと思います。じゃあまず1個目がじゃじゃーん、こちらでございます。ジャケットなんですけれども、これが H&M スタジオっていう、前にも説明したんですけど、 H&M の中でもちょっとコレクション的なラインっていうのがあって、 H&M スタジオっていうところから最近出たやつです。でもすごい人気で、多分もう在庫ないやつがほとんどだと思うんですけど、でも本当可愛くてめちゃくちゃオーバーサイズなんですよ。私は M サイズにしたんですけど、全然 S でも良かったかなっていうぐらい結構オーバーサイズで、肩パッドもねすっごくしっかり分厚めのものが入ってます。柄はこんな感じで細かい黄緑の柄になってて、ブラウントーンなので、まあこれから春でも全然着やすいと思うし、秋とかにもすごくぴったりだなって思います。明るめのホワイトとか黄色っぽい感じのトップスとか持ってきてあげるとより春っぽく着れるかな。秋はもう濃いめのブラウンとかグリーンとかそういうの持ってきても可愛いかなって思います。最近ずっとこういったなんて言うんでしょう、ちょっとおじさんっぽいというか、結構肩幅がしっかりとあるようなものがずっと流行ってきていて、やっぱりこなれ感が出るので、今年っぽさを出すならこういうオーバーサイズのジャケットは持っておいてもいいと思います。こちらのお値段が 16,999円でございます。 H&M スタジオは生地も結構しっかりしてたりするんですけど、デザインがちょっとこだわられてるものが多くて、いつもの H&M よりも結構お値段は高めになっております。では続きまして2つ目、じゃじゃん、こちらでございます。ニットなんですけれども、これも H&M スタジオのやつでございます。これも1週間コーデの時に着てましたね、1日目に。デザインがめっちゃ可愛くて、後ろはこんな感じで太めの紐でねレースアップになってて、これが袖まで続いてるんですよ。こんな感じで袖口はこんな感じで、紐がもう垂れっぱなしの状態です。まあこれリボン結びとかしても可愛いと思うんですけど、あえてこうダーンとしてるのが可愛かったりするので、そういう風に着てもいいかなと思うんですが、これもね肩パッドめっちゃしっかりしたのが入ってます。分厚めのものが入ってて、着た時のシルエットも割とあのガタイよく見えますねガンダムかなぐらいのガタイのやつが出ますが、これはやっぱりアウターに困るかな、少し肩幅があるから。前私はベストのダウンを合わせたんですけど、まあ、でもこれから春だからアウターなしでもいけるかなと思うんですが、もし上から着るならそういう袖なしのものとかが私的にはおすすめです。こちらのお値段が9999円でございます。続きまして3つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。これちょっとびっくりしますよね。えみたいな、なんだこれ、ランジェリーかっていうぐらいのデザインだと思うんですけれども、ボディースーツみたいな感じになって、結構こういったものってトイレどうしてんのみたいな質問がめちゃくちゃくるんですよ。最近流行ってると思うのでいろいろ見かけると思うんですけど、これね大体は多分ここにパッチンってボタンがついてるんですよ。なのでここのボタンをピッて取ればそのままトイレできるっていう感じなので、別に不便ではないです。違和感あるかもしれないですけど、そんな感じになってます。ではこれは私はさすがに1枚で着るのはちょっとあれだなと思うので、中に T シャツっぽいのトップスなんか1枚着てその上から着たりしても可愛いかなと思って買いました。ヒョウ柄とこのグリーンっていう組み合わせがすごい可愛くて一目惚れで購入しましたね。これにデニム履いて、さっきのジャケットこれをちょっと上から羽織ったりとかしても可愛いかなと思うので、そんな感じでいようかなと思っております。生地はね結構スルッとした感じの、若干光沢があるような感じの生地とレースが組み合わせてます。肩紐はね調節はできないんですけど、こういうの大体私長いなって感じちゃうこと多いんですけど、これはジャストな感じの丈感でした。こちらのお値段が4999円でございます。では続きまして4つ目がじゃじゃーん、こちらのスカートでございます。めっちゃギラッギラ。これも H&M スタジオのやつです。これはねスタッツが本当に全面についてます。後ろも一周ぐるーっと全面ついてて、やっぱり今年はね前に言ったと思うんですけど Y2K がめちゃくちゃ来てるので、それに伴ってミニスカートがめっちゃ流行ると思うんですよ。もう本当にミニな感じのマイクロミニのスカートがやっぱり今年は定番になってくるかなと思うのでゲットいたしました。でもね本当にミニ丈なので、そう着る場面だったりとかは選ぶかなとは思うんですけど、今の時期だったらロングコートとか着て露出を抑えたりとかっていう着方もありかなって思います。これ実はねセットアップだったんですよ。上がデニムのジャケットだったんですけど、どうしようかなって迷ったんですけど、今回はちょっと購入せずっていう感じでした。セットで着ても
も可愛いんですけど、もちろん1個でも本当に主役級の存在感を放ってくれるスカートになっております。こちらのお値段が 12,999 でございます。続きまして5個目がじゃじゃん、こちらでございます。私 H&M のデニム結構好きなんですよね。なんか形がすごい綺麗なものが多い気がするので割と好きなんです。このデニムもねめちゃくちゃ可愛いです。サイズもね私の体にフィットするというかウエストもしっかりあったし、お尻周りもゆとりあるし、太もも周りもゆとりあるし、私はこのパンツすごい合いました。すごい綺麗なデニムだなと思います。デザインが可愛いですよね。ツートーンになっててグラデーションっぽくなってるんですけど、こういったデニムも昔ちょっと流行ったと思うんですよ。それがまたリバイバルできてるのかなと思うんですけど、レトロっぽい感じというかヴィンテージっぽい感じがあって、あとこれウエストがねアシンメトリーになってるのでそこがすごく可愛いです。これは普通の H&M なので H&M スタジオではないんですけど、結構おすすめのアイテム。こちらのお値段が 3,999 円でございます。 H&M スタジオはねちょっと高めなので、それと比べるとめちゃくちゃ安く感じますよね。やっぱり H&M は続いてでラストでございます。ラスト6個目がじゃん、こちらです。ブーツを購入しました。真っ赤っかの私ね、ブーツどうしてもブラック、ブラウン、ホワイトばっかり集めてしまって、色物とかね全然持ってないんですよ。結構派手だし、まあ、コーディネートを選ぶと思うので、なかなかやっぱりいつもは挑戦しないようなアイテムなんですけど、すごい可愛く見えてこれも今回買いました。ちなみにこれは H&M スタジオのものです。一番のポイントはこのかかとのとこかな。すごい形がね面白くって四角っぽくなってるんですけど、こういう細かいところのデザインがちょっと変わっているのもすごくおしゃれだなと思ってこちらをゲットいたしました。さっきはね割と短めなショートブーツになってます。なんといってもこのつま先がすごいんですよ。これ超とんがってて、ずっと流行ってるウエスタンブーツっぽい感じの雰囲気のブーツなので、メンズライクな感じになりますね。やっぱ履くとこれがすごい私は気に入ってるので、ゲットできてよかったアイテムです。ちょっとかかとのね形が変わってるっていうのもあって、普段履いてるブーツとかに比べると歩き心地とかいうのが変わってくると思うんですけど、でもめっちゃ歩きづらいっていうことも全然なかったです。普通に歩けるっていうか別に大丈夫でした。はい、こちらのお値段が 14,999 円でございます。じゃあ続いてザラに行きたいと思います。ザラはねもう春服なんですけど、めちゃくちゃ可愛いのがたくさんあります。結構お気に入りのアイテムばっかりです。今回じゃあまず1個目がじゃじゃん、こちらでございます。エアトップって言ったらいいのかな、肩紐がないトップスです。これ柄がねこんな感じで新聞紙っぽい感じになってるんですよ。本当に最近かな、海外とかで新聞紙モチーフの服が割とこうググッと急になんか着てで、結構ねいろんな方がこういったものを着てたりするんですよ。それ見てて気になってたんですけど、ザラであってこれ可愛いと思ってゲットしました。まあ、これはなんか1枚で着たりとかするときはアウター羽織ったりとか、逆に中に T シャツとかシアトップとかそういうの着てレイヤードするのも可愛いかなと思います。一番心配だったのがサイズだったんですけど、私 XS 一番ちっちゃいのにしたんですが、私は XS がちょうどいいなって感じました。私全然胸がなくってこういうタイプってずり落ちないかすごい心配だったんですけど、結構ねピタッとフィットするサイズ感だったので、そこら辺は大丈夫かなっていう風に思います。ただ着脱がサイドのチャックなんですよ。サイドのチャックが結構開くんだけどフィットするサイズ感だったので、ちょっと着る時脱ぐ時が大変ではあるかなっていうのは思います。まあ、でもすごいトレンド感の出る1枚でとても可愛いです。デニムとかに合わせたいですね、やっぱ定番に。こちらのお値段が 4,590 円でございます。では続いて2つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。このねレザーのロングコートなんですけど、これも前1週間後であげた時に紹介してて、すごい私レザーのロングコートずっと欲しかったんですよ。なんかいいのないかなと思って見てたんですけど、ザラで見つけて、でしかもこのレザーめっちゃ柔らかいんですよね。超柔らかいから全然着ててもストレスなく着れる感じのアウターです。でしっかりと丈感もあって、やっぱり最近はねオーバーサイズなほんとブカッとしたようなものを着るのが可愛いなって思うし、トレンドでもあると思うので、あえて大きめのサイズを選んだんですけど、肩パッドも入ってないから割とストーンと落ちる感じなので、着られてるなっていうぐらい大きいわけではなかったので全然 XL でもいいなって思いました。まあ、レザーのロングコートはねすごいオーラが出るっていうか、とてもかっこいい感じになるので、ちょっとモード系のファッションが好きな方だったりとかはすごく使えるアイテムだと思います。結構私今回の購入品でお気に入りの1枚です。
付けのお値段が14,990円でございます。では続きまして3つ目がじゃじゃん、こちらでございます。デニムジャケットなんですけど、めちゃくちゃショート丈のデニムジャケットをゲットいたしました。デニムジャケットでこういうショート丈のものって珍しくないですか？結構スウェットっぽい感じの生地だったりとかニットみたいなのはたくさん出てると思うんですけど、デニムジャケットは新しいなと思って今回買ってみました。これもすごい可愛かったんですけど、ちょっと着てみて腕が動かしづらいなっていうのはちょっとあったかな。デニムだし短めな丈なので心がちょっとあれだったんですけど、デザイン的にもすごく可愛くて、前のところもカーブがかったような感じのデザインになってて、そこもすごく可愛いし、ちょうどこのお腹のくびれたところが見えるようなデザインになってるので、意外とこういうのって細見えするような気がします。私的にやっぱりこういうのを着るときは中はちょっとタイトめなトップスとかを着てあげるとバランスよく着れると思います。こちらのお値段が5,990円でございます。では続いて4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。こちらのデニムパンツなんですけれども、これはですね、さっきのデニムのジャケットとお揃いセットアップかな、多分セットで売られてたってわけではないので、まあ、全く同じかはちょっとわかんないんですけど、オンラインで見た時にセットでモデルさんが着てたので、おそらくセットだと思います。やっぱりデニムオンデニム定番だけどすごい可愛いので、私もついつい、ね、セットで着たくなっちゃう、セットで買いたくなってしまうので今回も買ってしまったんですが、このデニムもねすごいシルエットが綺麗で、形的にはストレートなパンツなんですけど、割と太めなストレートパンツになっているので着心地もゆったりしてて着やすかったし、あとこれデザインがちょっとね変わってて、切り替えが少し複雑な感じになっているので、ここもちょっとデザイン性があって、特に夏とかは T シャツにデニムっていうスタイルがすごく私の中でも定番になるので、こういうデザインが変わったようなデニムとかがあるといつもと少し雰囲気を変えられたりするので、そういうスタイルが好きな方にもおすすめです。こちらのお値段が6,990円でございます。では続いてでラストでございます。ラスト5つ目がじゃーん、こちらのパンツでございます。これちょっと珍しいですよね、私にしては。柄のあるパンツなんですけれども、これ素材的にはねデニムっぽい感じの素材になっております。なのでストレッチとかはね効いてないパンツになってます。ちょっとさっきのパンツよりも若干細めなパンツになってるかな。このパンツはね見た時にめっちゃ春と思ってそこの色合いがやっぱりパステル系のカラーが多く使われてるので春らしいなっていうパンツになってるんですけど、貝殻とかお花とかトランプとかこういうプリント系のパンツだったり、さっきのあの新聞紙モチーフのやつもそうですけど、こういうのが結構流行るのかなっていう気がしてて、ザラ見てても実際もね結構多かったんですよ、こういうのが。今までだったら象柄とかゼブラ柄とか牛柄とかアニマル系のモチーフの柄が多かったかなと思うんですけど、いろんな柄が組み合わさったようなものだったりとかっていうのもすごく今年らしいなと思ったので、こちらをゲットしてみました。1個でパンチの効くアイテムなので、他のアイテムとかはシンプルなものにまとめたりとか、このパンツに使われてる色合いのトップスとかバッグとかを持てばより統一感も出ると思うので、そんな感じで着たりとか、今年の春はちょっとこういったカラーものとか着ていきたいなと思って買ってみました。こちらのお値段が5,990円でございます。はい、というわけで以上が H&M とザラの購入品でございました。いかがでしたでしょうか。ちょこちょこねお買い物をしたりとかしてて結構溜まってきたなって思ったので、割と最近購入したものを紹介したんですけど、もしかしたらもうねないやつもあるかもしれないんですが、ぜひ皆さん見てみてください。最近は本当にもう春服が可愛すぎちゃって、物欲がもう止まらないんですよ。もう物欲って感じで大変なんですけど、でもなんかみんなに見てもらえたりとかもするし、しなたんの購入品楽しみですって言ってくれる方も多いので、ついついね買ってしまうんですが、またなんか可愛いものがあれば皆さんにシェアさせてください。前に上がった1週間のコーデの動画でも何個か着てるものもあるし、これから上がる動画でもね購入品が使われたコーデの紹介とかもあったりするので、そこら辺にもねぜひ注目しながらこれからの動画も楽しんでもらえると嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。